高槻町の月はまた樹木の月、欅の意味もあるという。欅は大樹になる。その大樹に出会える町が高槻町雨の森。雨の森の集落は高時川右岸の穏やかな田園の中に広がっている。戸数115戸、人口およそ500人。集落の中ほどに天川の御事神社がある。境内には欅の大樹と樹高を競うイチョウの巨木がある。高さ32メートル、幹回り 5.7 メートル、県内最大のイチョウの木である。樹齢300年を超えると言われ、幹には老木特有の乳虫がコブとなって垂れ下がっている。300年の時を刻んできたイチョウの大木のように、雨の森では時間がゆったりと過ぎていく。柳波に沿って水路が縦横に流れ、鯉が泳ぎ、水車が回り、鉢植えの季節の花が水面に影を映している。訪れる人に心地よい集落である。この美しい風景は五穀百景の一つにも選ばれ、雨の森の人々の自慢ともなっている。その町づくりをやり始めた発端は、この水路が汚れてきたというので、昔の私たちが顔を洗ったり歯を磨いたあんな美しい水路に戻そうということで、全員が参加して、小さい子どもからそしてお年寄りの皆さんまで何らかの形に町づくりに参画しているんです。住民が主体となって進めてきた雨の森の町づくりは、全国的にも大きな評価を受け、数々の表彰を受けている。そして美しい町並みとともに、雨の森の人々のもう一つの自慢が宝州庵である。雨の森宝州は江戸時代の中期、対馬藩に渡って、今で申しますと外務大臣を補佐する、外交の実務を担当する外務次官のような、そんな役職を命せられて、そして対馬藩の対朝鮮との外交の最先端で、日本と朝鮮との友好関係の架け橋を出したというのが雨の森宝州の大きな業績なんです。今から15年前から韓国全土から選抜された高校生や中学生たちが、もうすでに回数にして27回、総勢にして1700人もやってきているんです。宝州が300年も昔に前輪友好という言葉を説きましたが、その心を受け継いで、私たちは交流をますます深めていかなければならんと思っています。雨の森の集落の入り口付近で、童話作家として知られる岩屋さざ波の句碑が迎えてくれる。隣人との友好を説いた儒学者、宝州の里雨の森。コスモスが風に揺れ、神社の境内にどんぐりの実が落ち、穏やかな里の秋はこれから深